じゃあ会見を始めます、えー、シリーズ「人口減少80万人割れの衝撃」の第6回です。過去5回の会見を通じて、我が国の少子化は、女性の多くが働くようになったのに、それに対応する社会制度が追いついていないことに加え、若い世代の賃金が低いなど、経済的理由が大きいことが分かってきました。えー、しかも、えー、それだけではなく、もっと根深いものが背景にありそうです。 本日はゲストに任意団体ジェンカレッジ代表の桜井彩乃さんをお迎えしました。桜井さんは2020年7月に若者の声を政治に届けるプロジェクト、えー、男女共同参画って何ですかを立ち上げ、30歳未満の人たちから恋愛や就職、結婚、子を持つことについての声を聞き取り、提言をされてきました。現在はジェンダー平等に向けた課題を包括的に学ぶ サードプレイス、ジェンカレッジの代表を務めです。政府の子ども未来戦略会議のメンバーでもいらっしゃいます。今日は桜井さんから若者が置かれた現状と真に必要な政策のあり方についてお話しいただきます。その中には、現在20代の若者が小中学生だった頃、すでに社会人であった えー、まあ、私を含めて会場にいる皆さんにはかなり耳の痛い話もおしていただこうと考えていますこの後桜井さんに1時間ほどお話しいただきますその後質疑応答に移ります、えー、申し遅れましたが司会は日本記者クラブ企画委員で時事通信の小林が担当いたします、えー、それでは桜井さん、えー、よろしくお願いいたします 皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。えー、私はジェンカレッジ代表の桜井彩乃と申します、えー。本日はですね、未来を担う若者の、えー、結婚や子供に対するリアルな感覚をテーマにお話をさせていただけたらなというふうに思っております。えー、私はですね、まあ少子化対策の専門家でも、まあ、若者政策の専門家では、 でもありませんあ。若い世代の声をですね、若い世代といっても、まだ、まだ全、日本全国の若者の話を聞いているわけではないですけれども、まあ、SNS を通じて若い人たちから聞いている、えーまあ、こういった少子化に対しての声っていうのをですね、まあ、皆さんに今日、共有できたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。 えー、まずはじめに簡単にあの自己紹介をさせていただきます。先ほどあのご紹介いただきましたように、えー、私は今現在28歳で、えー、男女共同参画って何ですかですとか、まあ、ジェンカレッジという、まあ、30歳未満の若い世代をですね、対象にまあ、様々な活動をしております。まあ、メインはですね、あのー、やはり若い世代の声を政策に反映するということをです。 ですことを、まあ、全国でやっております、ね。子ども未来戦略会議のメンバーですとか、えー、子ども家庭庁のですね子ども家庭審議会の委員などをしております。本日はですね、まあ、このような流れでお話をさせていただきます。でまずはじめにですね、なぜ私が本日はここでお話をさせていただいているのか、ここまでの若者との活動ですとか、そこから見えてきた若者の現状についてお話をさせていただきたく思います。 私はですね2020年の8月内閣府男女共同参画局が実施しました第5次男女共同参画基本計画そわいのパブリックコメントに対して若い世代の子をですね反映させようということで「ハッシュタグ男女共同参画って何ですか?」というプロジェクトを立ち上げました、まあ、なぜこのようなプロジェクトを立ち上げたかと言いますと若い世代ですね SNS で えー、もやもやですとか、もっと日本こうなってほしいなっていうことを、まあ、たくさんつぶやいているんですね。でもそうした声がですね、まあ、なかなかこう意思決定をする方に届かないですとか、まあ、政策に反映されづらいっていうのが、まあ、非常に課題だなというふうに思いました。その声っていうのはやっぱ未来をつくっていくで非常に重要なものであるにもかかわらず、あのー、なかなか 届かないっていうのをどうにかしたいなというふうに思い、えー、ま若い世代と政治をつなぐ貴重な声を政策に反映するっていうことを目的に立ち上げました。で、この第5次の男女共同参画基本計画はですね、100ページほどのまあ素案がありまして、それを読んでパブリックコメントするっていうのはま非常に難しいなというふうに思いました。まあ、これ若い世代だけじゃなくって大人も含めて様々な方が意見をしていいタイミングにもかかわらず、それが開かれたものではない。 というふうに思いまして、まあ、自分たちで,です、ね、その計画にどんなことが書かれているか、特に若い世代が興味ありそうなことと絡めて発信なんかをしていきました。まあ、就活セクハラのことですとか、あとこの少子化のテーマとリンクしますけれども、大都市圏へ流出、それって女性が悪いのということですとか、さまざ、あ、まなことをです、ね、テーマに発信を1ヶ月間してまいりました。であのまあ、パブリックコメントの期間って1ヶ月なんですけれども、 1あの一団体がやるだけでは若い人の声集まらないということで、まあ、32の団体と個人と連携してあのみんなでオンライン上でですね、えー、拡散してみんなでパブリックコメントを送ろうっていうキャンペーンを行いました、まあ、パブリックコメントって本来であれば自分が直接行政に送るとかあの、まあ、例えば内閣府に送るとかっていうのがあの 本来であればやり方だと思うんですけれども、男女共同参画って何ですかでは、やはり若い人から直接国に意見を送ると就職活動に響くんじゃないかとか、そういった声をいただいたので、私たちが集約して、まあ、政府に届けますということをしました。まあ、結果として、1050件のパブリックコメントが集まりまして、当時の大臣に渡しました。で地方の若い人の参加が非常に多かったです。やはり地方における性別あの固定的性別役割分担意識ですとか、あとは就職 する場所がないです。とか、そういったあのリアルな現実ですね。の声が多数でした。で、まあ、こういったあのアクションがですね。あのこの計画を作る専門調査会のまあ、資料となりました。で、最終的にはですね。若い世代の声で就活セ世ロの対策です。とか、まあ、緊急避妊薬を薬局で買えるようにするっていうような文言が。入って いましたでまあ、残念ながら第5次の計画に、まあ、前向きな形では入らなかったんですけれども、まあ、選択的夫婦別姓に関する議論をあのこのタイミングで、まあ、若い世代のアクションによって、えー、また、えー、起こすことができたのは非常に良かったかなというふうに思っています。でどんな声が集まったかっていいますと、まあ、ここに書いてあることたくさん集まりました。でこういったことではあの全てですねあの、まあ、この 若い人が結婚し子供を産むってことを選択できないっていうところの、まあ、根本原因ですとか、まあ、直接的な原因も含まれているかなというふうに思います。まあ、同一賃金、同一労働ですとか長時間労働の自制、まあ、男性育休、男性育休も義務化になっていると思いますけれども、まあ、たった1、2週間ではなくて、しっかりとですね長期間取れるようにしたいっていうような声なんかも集まりました。あと、まあ、ここうういっったのって女性がこう よく集まるんでしょうっていう,ふうな質問もいただくんですけれども、まあ、男子学生からですね、お父さんのような生き方はしたくないんだっていうような意見もありました。もちろんお父さんがしっかりと働いてくれたからこそ、自分が大学に行くこともできているけれども、おあ果たして、えー、お父さんは幸せだったのか、まあ、運動会に来れなかったり、さまざまなタイミングに立ち会うことができなかった、それはそれであのお父さんの頑張りは認めるが、自分はワークライフバランスをしっかりと。 あの考えて就職活動をしたいんだ。そんな世の中にしてほしいというような声もえありました。で、私がですねあの、非常にびっくりしたのが、若い人から集まったその1050件の中で最も多かった声が選択的夫婦別姓を求める声でした。まあ、結婚するかしないか選べる時代に、結婚しない人もまあ多い時代に選択的夫婦別姓を求める声が多いというのはあの、私は想定しておりませんでした。 この背景にはですね、選択的夫婦別姓ですとか、同性婚、まあ、緊急避妊薬を薬局で買うとか、さまざ、あ、まなことっていうのが、まだまだ選べない国、日本に対するまあ絶望が背景にあるのかなというふうに思います。まあ、実際にそういった声もありました。まあ、そこでですね、施行の際に橋本前大臣に、まあ、選べる国、希望を持てる国にしてほしいというふうにまあお伝えしたところ、2020年10月のです、ね、衆院本会議で、 まあ、若い世代のさまざ、あ、まな意見があるけれども、とりわけ若い世代の意見をしっかりと受け止めて、まあ、十分に配慮していく必要があるというところで、まあ、選択的夫婦別姓をまあ前に進めていくべきじゃないかというふうな、えー、発言をしてくださいました。で、実際、第5次の計画のパブリックコメントで集まった意見も、選択的夫婦別姓を求める声がまあ多数あったそうです。で、まあ、こういったですね、若い世代の意見が、まあ、 国に届けてそのレスポンスが返ってくる機会って正直、まあ、若い人に限らずあんまりあのこう感じることって少ないかなというふうに思うんですけれども、まあ、こういったあのレスポンスが返ってきたことによって若者の声って届くかもしれない、まあ、選択的夫婦別姓が実現するかもしれないという、まあ、空気感というのがですね、まあ、若い世代の中で広がっていきました声を上げたら何か変わるかもしれないというふうな、まあ、期待感にも変わったんですけれども 2020年の11月にですね、まあ、自民党内でさまざまな動きがありましたでその動きを見てる中であれこれは若い世代の意見が無視されてしまうんじゃないかなというふうに感じることがありまして、まあ、家族の絆が壊れる前に2人の絆が壊れますというところでオンライン署名をあの始めました、まあ、夫婦と同性別姓どちらがいいという議論ではなくってどちらも尊重されるべきですというところでえ署名をしまして5日間で3万室3万室ほどえ集めて で橋本前大臣にししました、まあ、あの先ほど申し上げたとおり前向きなあの意見というのは第5次の計画には書かれませんでしたが、まあ、その後ですね、まあ、選挙の争点となったりあのしているという点ではあとこうメディアでたくさん報道していただいたおかげで日本の今の現状について特に若い人が知るきっかけになったとっいう点ではあの非常に良かったかなというふうには思っております。で ここからがあ、で、まあ、若い世代がですね、あの、まあ、こういった活動をする中で、やっぱり若い世代の子をですね、しっかりと政策に届けていかなきゃいけない、そういった機会を作らなきゃいけないっていうところですとか、まあ、特に地方の若者をですね、ジェンダーに限らず、なんかこう、もやもやするっていうところをですね、どこにあの伝えたらいいんだろうっていうところで、自分だけがこういうふうに思ってんのかな、苦しいなっていうふうな、こう、 若者もですね、まあ、一定数いるんだなっていうところがあの分かりました。まあ、なのでですね、このジェンカレという、まあ、このジェンカレはジェンダーについての知識をまあ体系的に学んで、じゃあその解決するためにどうしていけばいいのかっていうふうにアクションにつなげる場なんですけれども、まあ、こういった活動を通じて、えー、若い世代を対話して育成するっていうことなんかも行っております。 でまあ、こういった男女共同参画って何ですかですとか、まあ、ジェンカレの活動をする中で,です、ね、まあ、日本に対する絶望ですとか、期待のなさが、まあ、若い世代で本当に広がっているなというのをまあ感じております。 で、ちょっとあの活動をどんなことしているかっていうのをお話しさせていただいたので、まあ、これからあの本日のこの少子化っていうところについてえ本題に入らせていただけたらなというふうに思っています。まずですね、まあ、若者を取り巻く状況についてえちょっと見ていけたらなというふうに思っております。まあ、年間収支 出生数があの80万人割れということがメディアで報じられたり、まあ、政府でいろいろ取り上げられたりしましたが、まあ、若い世代から見て驚きはないなというふうに思っています。それはこんな社会だったら、まあ、減少するよね、結婚できないよね、産めないよねっていうのが、まあ、SNS 等ですとかさまざ、あ、まなこと,ところであの話されているかなというふうに思っています、まあ。みんながみんなではないかもしれないですけどでも少なくともやっぱり、えー、子供を産むってこととか、まあ、結婚するって ということに対して何かしら障壁があるっていうのは事実かなというふうに思います。 であとです、ねまあ、子供を産むか産まないかというのは一人一人選ぶ権利があるにもかかわらず、まあ、その権利すら守られているとは思えない政策に関するニュースですとか、まあ、政治家の発言なんかが、まあ、SNS を逃げ合わせているですとか子供を望む人たちまでもがさまざ、あ、まな理由によって諦めなければならない結婚や子育てに希望が持てないのが、まあ、今の現状かなと思います。でこのの下に出出ててててききいいいるるは若い世代から出てきている あの非常によく出てくるあの言葉なんですけれども結婚や子どもはリスクだ人生最大のリスク、まあ、これは特に女性からあの出てくるんですけれどもあと子どもかキャリアを選ばなきゃいけないこれも女性からの意見が非常に多いですあとは、まあ、自分の人生が生きられなくなるこれは、まあ、自分らしく生きなさいって学校で言われて今まで生きてきたにもかかわらずあの じゃあ、その自分らしく生きるっていうところと、どうやって両立したらいいんだっていうところ。やっぱり、子育てっていうのは自分の人生を諦めなきゃいけないっていう感覚がまあ非常に強いんじゃないかなって、ここからもわかります。あと、お金がかかりすぎるですとか、奨学金の返済を抱えているから無理っていうような意見。あと、時間、お金、心の余裕がないっていうようなこともあります。あと、今、政府で2030年までがラストチャンスというふうにあの言われておりますけれども、 あの2030年っってて遅くなないっていうようよ意見もありました例えば私は28歳なんですけれども、まあ、2030年っていうとあと7年後ですねあの、まあ、もしかしたら不妊治療しなきゃいけないとかあの今よりもあの子どもを望むことが難しいような状況になっているんじゃないかとか、まあ、様々あると思うんですけれどもあのやっぱり20代後半友達と話していてももっと今施策が必要なんじゃないかっていうような声が非常に多いです。 まあ、結婚や子どもを諦める要因というところであの挙げてみました。これはすでにあのこれまであのこちらでお話ししている方々もあの先生方もお話しされているかなというふうに思いますがいまあ、未だ根強い性別役割分担意識ですとか、まあ、賃金格差、あとキャリアの断絶、あとやはりあの結婚や出産を当然と考えて、まあ、押し付けるような価値観ですとか制度。 っていうので、まあ自分の望む選択ができないっていうふうに思っていたり、あとこれ最大ですね。あの不安定な雇用、賃金上昇の期待のなさ。 っていうところは非常に大きいかなというふうに思っております。まあ、生まれてから今までほとんど日本経済がま成長しない中で、あの若い世代育っております。経済は成長する、賃金は上がる、今日より明日は良くなるという感覚は、まあ、本当に若い世代とあの話していても感じませんし、今日本経済がこうちょっとずつ上を向いてきてるんじゃないかっていうようなニュースもありますけれども、そういったところっていうのは本当に一部の大企業に勤めてる若い人だけにしかま共有されていないことだなというふうにも感じております。ね。 子育て以前にです、ね、そもそも自分たちの将来に希望が持てないっていうのが本当に今の現実だなというふうに思っています。 まあこれはあのアンケートをしたときのとある若者のリアルな声になります。自分がそもそもこの社会に生きることに絶望しているし、未来に希望が持てない。子供の頃は普通に働いていたら家も買えて、えー、車も買えて、海外旅行に年1回行ける。60歳で退職したら年金でのんびり暮らせると思っていたけれども、賃金は下がり続けて、今を生きるのに必死で海外旅行なんてになんていけない。年金は65歳までもらえないし、コンビニやファーストフード店で働いている高齢者を見て、死ぬ まで働かされるんだなと思う、まあ、こういった声がですね、非常に多く届きました。で、今、あのお話しさ,させていただいたものはですね、まあ、これまで若い世代にアンケートしたり、さまざまヒアリングした中であの出てきた声です。ちょっとですねあの、より詳しく皆さんと見ていけたらなというふうに思っておりますえ。内閣府がですね、実施している令和3年度人生100年時代における結婚、仕事、収入に関する調査の えー、元にですね、まあ、独自で若い人にアンケートをしました。まあ、これはあの非常にカジュアルなものなので、そういうふうな形でちょっと見ていただけたらなというふうに思っております。まあ、回答としては20代があの非常に多く回答をしてくれました。 で現在ですね、結婚相手、配偶者、恋人がいますかっていうふうに聞いてみたところ、まあ、いないというふうな答えている人が多くですね、えー、今後ですね、結婚したいと思いますかっていうふうに、まだ結婚したりしてない方に聞いてみました。そしたらですね、あの希望している割合が非常にあの高かったです。まあ、一方でですね、結婚したくないともうあの思っている方も71名なので、まあ、少ないとは言えないかなというふうに思っています。でまあ、こういった方たちにあの聞いていったところで、まあ、結婚した というふうに聞いてみたら好きな人と一緒に生活したい、まあ、子供が欲しい安らぎの場を持ちたい、まあ、どちらでもいい理由っていうのは、まあ、結婚という形式に縛る必要性感じないからとかまだ結婚するほど好きな人に巡り合ってないとか、まあ、結婚に縛られたくないっていうので、まあ、今明確に結婚したいっていう人と、まあ、どちらでも良いっていう人の、まあ、理由っていうのが本当にあの分かれるんだなっていうのが、まあ、このアンケートから分かりました。 で結婚にあたって悩みや不安なことなどありますか詳しく教えてくださいっていうのも聞いてみました。でここにあの出ているのは、あのこれ、一個一個聞いたというわけではなくてあの、全部集まった回答をですね、ちょっと分類分けをしてみたら、この9つの分類に分けることができたので、ちょっと一つずつ見ていけたらなというふうに思います。まず、お金の部分ですね。お金の部分は、 まあ今後ですね、日本社会で子供を十分に育てていける経済的余裕があるのか心配ですとか、あと家族を養うプレッシャーがある、えー、非正規雇用で奨学金返済を抱えている男性が結婚するのは難しいっていうふうに、この2つはですね、男性から非常にあの多かったです。やはりまだこう男性が稼がなきゃいけないとか、あ,のあとですね、 男性で非正規で、この実際に書かれているように、あの、奨学金を抱えている状態で結婚しようとしたら、相手の親から反対されたっていうようなあの意見なんかも、えー、ありました。あとですね、まあ、自分とパートナーの給与が低いので、今後の生活に余裕がなさそうっていうことなどもありました。で、続いて仕事ですね。まあ、えー、給与も男女格差があると思うと、どうしても女性が仕事をする、仕事を犠牲にすることが増える。えー 育休取得ができなそう実際に先輩の様子を見ていて難しいと思ったえー、こういった意見もですね非常に多く届きますまあ会社に入ってみて先輩が育休を取るんだけれども実際に復帰したら元のいた部署ではなくって自分が希望者内部署に配属をされてしまったとっいうところでまあそういうのを見ると頑張ってその会社に入ってキャリアを積んできたのにも にもかかわらず子供を産むことによってそれがゼロになってしまうのは非常に怖いっていうような意見がありましたあと仕事が忙しくて遊ぶ体力が残らないので恋人ができないですとかまあ今のブラックな働き方だと難しいっていうような声もありました で続いてパートナーシップというところで言うとこれ非常に多い意見だったんですけれども向こう数十年同じ人といなければいけないというのにあの不安があるという声がたくさんありましたあと次の家族関係というところで言うと、まあ、結婚となると2人だけの問題ではないので〇〇しなければならないというような、まあ、あのもしかしたら親と価値観が合わないようなことであの諦めることになり なりそうっていう風な意見ですとか、まあ、結婚イコール子供が生まれるっていうふうに思っている。親世代の価値観と向き合うことが、ちょっと不安だなっていうようなこともありました。続いて、子供です。ええー、子供を産み育てるお金が足りないとか、子供を授かった時にですね。相手が育休を取ってくれるのかとか、あと、家事分担できるのか、保育園が空いているのか、仕事に戻れるのか、っていうような、声もありました。 あとですね、まあ、子供が生まれたら自分が親として行動できるのかっていうような不安もえ多かったです。続いて出会いについてです、えー。恋愛経験があまりないのでパートナーを見つけられるか不安ですとか、まあ、出会う時間とお金,のお金、心の余裕がないですとか、まあ、あとあのコロナ かでリモートワークが主になったので、まあ、マッチングアプリはあるけれども、それ以外の,そのリアルな世界でまあ誰かと出会うということが非常にないというようなこともえありました意見としてありました。続いてですね、固定観念、周囲からの圧力というところで、まあ、結婚適齢期になるとです、ね、親族やその他かからまあ結婚しなよとか。 結婚したんだから早く子供産みなよっていうようなあの圧力があって非常に嫌だなっていうふうなあのことがありました。これはですね、特にあの今地方に住んでいたり地方出身の人から、まあ、こういったことを親から定期的に連絡くるのがしんどいんだよねっていうような意見がありました。え続いてですね、 えーまあ、結婚や妊娠、あまあ、これも同じですね、結婚や出産、妊娠をするっていうのが普通だよねっていうふうに思われるのが嫌だっていうところで、あのー、ありました。まあ、あと、先ほど言ったように、地元に帰るなら結婚して子供いないと変な目で見られるよなとか、地元に居場所があるのかなっていうような意見もありました。あとは、まああのー、アセクシャルといって、まあ、 誰も好きにならないっていうところがあるので、まあ、結婚が自分ごとに思えないなっていうような方もいました。続いて婚姻制度です。まあ、これも先ほど選択的夫婦別姓のお話をしましたが、この今の日本の婚姻制度に対してまあ違和感を持っている、もっと多様なものになってほしいっていうような意見も若い世代から非常に多くありました。 まあ選択的夫婦別姓結婚して、性をどうするかっていうのを、まあ、どちらか選べるようにしてほしいっていうのは、実際どっちを選ぶかわからないけれども、今、まあ、96%の方が、えー、女性が男性の性に変えているっていうところが、まあ、ちょっと嫌だなっていうような意見ですとか、ま,あ、まだまだこれは日本ではあの認められていませんが、 まあ、同性婚ですね、そういったところもです、ね、やはり認めてくれないとあの生きづらいよっていうようなことがありました。まあ、家族の多様性が尊重されない国で結婚や、えー、妊娠・出産を選ぶことは難しいっていう声がありました。ここは、まあ、選択的夫婦別姓や多様な、えー、同性婚だけではなくて、まあえー、1人で子どもを産み育てるっていうことですとか、まあ、事実婚に関するような意見もありました。 で続いて、ですね結婚に対してできればしたくない、したくないというふうに答えている方のちょっと意見を見ていけたらなというふうに思っております。えーまあ、なぜ、それを選、えー、そういう理由ですね、について当てはまるものを選んでくださいというふうにあの聞いたところ、まあ、結婚に縛られたくないですとかあの、結婚という形にこだわる必要ないからとか、名、まあ、字ですとか性を変わるのがいや、面倒だからというような声がありました。で詳しくですね理由を聞いてみました。 まあ、あの先ほどお伝えした通り、まあ、選ぶパートナーの性別によって、まあ、法律婚のできるかできないかっていうのが決まってしまうっていうのがおかしいと思うからとか、まあ、親や世間を見ていて結婚にいいイメージがないですとか、まあ、みんなが結婚したい子供が欲しいわけではない、まあ、今は一人がいいなっていうところですとか、まあ、今は仕事を通じて自分の理想の いてていいいいきたいとういうふうに思っているので、まあ、仕事と子育てを自分の満足のいく形で両立することは困難なので結婚したくないっていうようなことですとか、まあ、自分の時間財産は自分のために今扱いたいんだっていうような意見がさまざまありましたまあこういった結婚したくないって言ってる人で多かったのはやはりこの多様な家族を認めてほしいっていうところとやはり結婚や子どもを産むことによって 仕事を諦めなければならないんじゃないかっていうふうなところですね。まあそういった声が非常に多かったです。ね、次に続,、えー、続いてですね、えー、子供を持ちたいというふうに答えている方、子供を持ちたくないというふうに答えているか方、えー、両方にですね、その理由を聞いてみました。 えー、持ちたいという方は、ですね、まあ、人生の中で大切な存在として子どもと向き合っていきたいですとか、まあ、親を安心させたい、孫の顔を見せたい、あとパートナーがです、ねまあ、望んでいて、かつ育児に積極的に取り組む姿勢を見せているからとか、まあ、子どもが好きで子育て楽しそう、ねまあ、夫婦2人よりかは人生に彩りが出る、まあ、しかし、えー、まあ正直、育てられるか自信はない。 あと人生観が変わると思う、まあ、見える世界がどう変化するのか気になるというような声がありました。続いて子供を持ちたくない理由についてですね、自分がこの社会に生きることに絶望しているし、未来に希望が持てないから、子供が幸せになれる社会だと思わないから、経済的に満足,いく満足な教育をさせてあげられるかわからないため、親とうまくいってない、自分が まあこの方は親とうまくいってないからこそ、まあ、自分が子どもとうまく生活できるか自信がない。これはです、ね、家族とうまくいってないっていうこととか、まあ、家族の関係性の中であのちょっと嫌だなっていうふうな思うことがあったりして自分もそれを再生産しないか不安だっていう声はですねあの、まあ、一定数ありました。あと、まあ、自分の人生って手一杯なので他人の人生の責任を負いたくないからっていうようなこと。まあ、あとやはり今 こう子供を産むっていうようなところで、まあ、女性を物のように扱う、まあ、社会、あの子供に限らずですけれども、まだまだその人権っていうところが女性に限らずあのしっかりとあの意識されてないような社会、国で、まあ、子供を産むことはできないっていうような声が、えー、ありましたで。こちらはですね、若い人にじゃあどんな政策を望みますかっていうところをアンケートで聞いてみました。あのーそ それの一部なんですけれども経済的支援子育て支援雇用環境等の整備知識情報の啓発、まあ、家族の多様性の尊重社会構造意識の変革さまざ、あ、まな意見がありました。 でですね、次に私が入っている子ども未来戦略会議について、今どんな議論がされているのかっていうところですかとかをちょっとお話をしていけたらなというふうに思っております。皆さんもご存知かと思いますが、異次元の少子化対策、 を具体的に議論していく、財源を議論していくために、政府が設置して4月から始まっております。これまで5回開催されておりまして、まず初めはですね、子ども・子育て政策の強化について、支、まあ、案というふうに呼ばれておりますけど、そこに対する意見をみんなでしていくというところから始まりまして、 えー、次続いてはあの3つの基本理念、まあ、若い世代の所得を増やすこと、社会全体の構造意識を変えること、す、え、べ、ー、て,ての子育て世帯のライフステージに応じて切れ目なく支援することという3つあるんですけれども、この内容について議論をしていきました。で続いては、まあ、加速化プランに沿って検討すべき個別具体の政策を中心に議論をしましてで、4回目が、まあ、 さまざまな方が気になっているであろう、この財源の在り方ですね、安定的な財源の在り方を中心に議論をしました。で、先日6月にですね、第5回目があったんですけれども、子ども未来戦略方針というものを作るということで、その案がき出来上がってきたので、その案に対する意見ということで、会議が開催されました。子ども未来戦略方針の案については、ちょっと、あの、 初めのページのところだけ、あのー、見,て見ていけたらなというふうに思っております。えーまあ、若年人口が急激に減少する2030年代までに、えー、2030年代に入るまでがラストチャンスというところで、まあ、あと6、7年ですね、というところが書かれているというのと、あと子ども えー、未来戦略方針案の基本的な考え方として、二つの重要なポイントが示されています。一つが経済成長の実現との両立を図り、若者を子育て世帯の所得を伸ばすことっていうところが書かれています。で、二つ目がスピード感っていうところで、自、ま、動、あ、手当ですとか、子ども誰でも通、 円制度の取り組みなど、まあ、必要な施策というのは、ま早く実施していくよというところが冒頭書かれております。で、その次に先ほど申し上げました、まあつの基本理念というところが書いております。このあとどんなトピックがあるのかっていうのは、おそらくあの今日 え会場の方にお配りして、オンラインの方にもあの手元に届いてある最後の参考資料というところにですねあの入れさせていただきました。あの児童手当をどうするのかということですとか、あと若い世代の,あの賃金をどう上げていくのかあ、また男性育休のことですとか、あと地方のですねあの取り組みなんかも含めてさまざ、あ、ま書いてあります。あとはあの国民運動というところで、あの 鉄道とかでベビーカーの入りやすいスペースを作るですとか、まあ、そういった取り組みあとは著名人の方を著名人の方を寄与して何かキャンペーンをやっていくですとか、まあ、そういったさまざまな案が書かれております、まあ、これをですねあの今後取りまとめていって、まあ、おそらく今月とかにはこの案っていうのが出来上がっていくんじゃないかなというふうに思っております で、ここからはですね、まあ、これまで、あの、一部なんですけれども、若,若い世代の声を聞いていく中で、あの、この、この未来戦略会議に、やはり若い世代の声をしっかり届けるっていうところで入れさせていただいているので、まあ、これまで私がですね、どんな発言をしてきたかっていうのをご紹介します。で、あの、先ほど、まあ、若い世代のアンケートを取りましたっていうところで、入りきらなかった部分はですね、あの、参考資料の後ろの方に、まあ、これまた一部ですけれども、あの、載せておりますので、また、あの、ご覧いただけたらなというふうに思います。 でこれまで発言してきた中で、まあ、5つ大前提というか基本としてこれは大事ですよねというふうに、まあ、毎回毎回、あのー、会議で発言していることがあります。1つ目ですね、あの結婚するかしないか、子どもを産むか産まないかというのは、まあ、個人の自由ですというのを、まあ、何回も発言していますあの。会を重ねるごとにですね、あのそこの部分が、まあ、どうしても まあ国として産んでほしいっていうところがあるからこそかもしれませんがそこの部分っていうのですがあのかきぶりっていうのが、まあ、薄まっていっちゃっている時があるんですねまあここをやはり少子化対策っていうところを気,気をつけなければいけないのが産めを増やせよっていうふうなメッセージはあの良くないというふうに私は思っています今希望している方がしっかりとそれが実現できるようにする決して産みたいと思っていない人までもが これは、あの、産むことを強制されるっていうようなものではないので、しっかりとですね、そのメッセージは、あの、発していかなきゃいけないし、この、この未来戦略方針ですとか、まあ、この国で少子化対策をする上で、あの、非常に重要な点だということで、まあ、毎回お伝えをしております。もう一つがですね、あの、まあ、先日の会議でも、あの、申し上げたんですけれども、やはり、 この今の子ども未来戦略会議の案ですとかこの国の少子化対策っていうところが 子育て支援の充実がまあもちろんこれも重要なことなんですけれどもこれと同時にですね少子化対策のスコープの拡張、まあ、結婚とか妊娠以前の人たちがしっかりと効果を実現できるような政策希望する人がちゃんと希望を叶えられるというふうに国は言ってますけどそこの部分がですねまだまだあのー、もっと できることがあるんじゃないかというふうに私は思っているので、ここもちょっと、あの、若い世代のこの所得を増やすっていうことだけではなくって、あのやっていかなければいけないのではないかというふうに、えー、主張をしております。あと、まあ、これはそもそもですが、まあ、異次元の少子化対策はですね、子供を産む、産まないにかかわらず、まあ、性別に、性別以外もですけど、まあ、今、生きづらさを、今のその生きづらさをなくすっていうことを、まあ、ど真ん中に据えてほしいっていうことを何回も、えー、言って、 おりますでこの4つ目も先ほど申し上げましたが、まあ、若い人はですね、まあ、若い人に限らずですけれども、まあ、自分一人で生きていくことさえ厳しい中で将来についてまあ考えられず高度経済成長期とも平成前期とも全く異なる環境に暮らしているっていうのをです、ねまあ、理解してほしいっていうのを毎回お伝えしております。 やはりどうしても会議のあの構成上、年齢層が高くなってしまうっていうところがあるので、こうやっぱり生きている時代っていうのが、まあもちろんどの世代にも苦しいところはあったとは思うんです。けれども、まあ以上今本当に厳しいっていうのがあります。あのまあ、奨学金という名のまあ借金を抱えて社会に出ていくで、その借金を返せるかどうかわからないようなま。雇用形態賃金で給料も。 まこ今までだったらこう年功序列というかこう賃金があの子どもを産み育てるタイミングで上がっていくようなものが非常に上がっていきづらいっていうような中であの生きているのでやっぱり希望が本当に持てないし今明日自分がどう生きるのかっていうところにでさえ悩んでいる子たちもまあいるんだよっていうところを何回もお伝えをしております。 でこれ、最後はですねまああのそのそ4つ目と関わってきますけれども、やはりその時々のですね政治状況で一時金の支給とその金額分だけの財源を確保を急、ね、ごしらえするのではなくって、この仕組みならば先々もちゃんとイメージができる、これは特に若い世代がイメージできるような、まあ、制度設計っていうのが非常に重要なのではないかっていうのをお話ししています。まあ、今もあの 児童手当の議論がこう多く取り上げられておりますけれども、まあ、そこだけではなくって、それってどうせ今子育てしてる人だけでしょっていうふうに多分思いばれてしまうので、そうではなくって、まあ、いろんな制度がですねあの、あなたたちが例えば10年後子供を産んだとしても、こういった制度しっかりとあるんだよとか、安心して産めるんだよとか、結婚できるんだよっていうようなメッセージがしっかりと伝わるような政策を あの、まあ、ラストチャンスなのであれば考えていかない、作っていければいか,いかなければいけない、作っていかなければいけないっていうことを、まあ、大前提として、えー、もう何回も何回も、えー、お話をしております。まあ、その上でですねあの、いくつか、特に、あの 先ほど若い世代からのあった声と同じになってしまうんですけれども、申し上げていることについてちょっと詳しくお話ししていきます。ま,あ、まずはやはり賃金上昇、まあ、雇用の安定っていうところをしっかりとすべきというのをお話ししています。でその上でやはり大企業ですとか、あのまあ、働き方改革もそうですけれどもあの、大企業の方、あと経営者の感度が高い企業の方だけではなくって、あのまあ、 あらゆる方、特に地方中小企業の若者にもしっかりとその政府がやっている取り組みの恩恵があ,のあるようにしなければならないっていうふうにお伝えしております。あの若い世代の中で特に地方の方からお問い合わせなんかご相談をいただくことが非常に多いんですけれどもやっぱ愛着のある地域で地方であの働きたい。 これからも生きていきたいっていうふうに思っているけれども、まあ、将来のことを考えると例えば男性育休をあの取っている人がいなかったりですとか男性育休について説明会で質問してみたら、うん、そんなの取りたいと思ってんならうちに来んなあの東京に行けっていうふうにあの言われたことがあるっていうような、まあ、若い人がいてせっかく地域のために盛り上げていきたい自分の生まれ育った地域で生きていきたいと思ってるにもかかわらず まあ、そういったこう育休が取りづらいとかあとはまだまだこう女性だとお茶くみとか女性の更衣室がない、まあ、もしかしたら今まで女性がするって思われてた仕事で男性の更衣室がないとかってあるかもしれないんですけれども、まあ、トイレとか更衣室を一緒に使わなきゃいけないような地域があって実際にセクハラを受けてしまってあの辞めたっていうような声とかもあったりするのでやはりですねあのこう地方を 地方そして中小企業での取り組みをまあ強化していく必要があるんじゃないかというのをまあお伝えしています。そしてまあ子ども未の戦略会議にまあ私含めて若い人2人入っているんですけれども、若い人が全ての若い人の声を代表することはあのできません。なので自治体が行っている施策ですとか、まあ、国が行っていることに対してまあ若い世代がどんなことを本当に求めているのかっていうのをですね、まあ、しっかりとヒアリングして EBPM ってあの国は言ってますけれども、その上で政策を を作るべきなんじゃないかっていうのをまお伝えしています。で、あの子供未来戦略会議の中でまあ、若い女性が活躍できる環境についてっていうのが、あの様々な委員から意見が上がっております。あのこれは私非常に重要だと思っておりますが、ま活躍以前にですね。活躍のスタートラインにすらま立てていないのではないかなというふうに思っています。特にこれは先ほど申し上げたように、地方の場合は？ 特にそうかなと思っていますあの。安心安全に働ける環境の整備ですとか、まずそもそも働くっていうところをですね、しっかりとできるような環境を作っていくべきだと思っています。で、あの会議の中でですね、魅力的な仕事を作れば、まあ、女性の流出を止められるのではないかっていう意見があります。もちろんあの、仕事がないっていうところで、東京ですとか首都圏に、首都圏、または私の友達なんかもう海外に行ってしまっているんですけれども、あの 仕事がないだけではないんじゃないかなというふうに思っています。特に、あの、ま、地方の場合は、男性中心の社会であって、ま、女性が補助的な役割ですとか、まあと、周囲、親ですとか、周囲の方から、ま、結婚や出産を強要されることによって、居心地が悪いなっていうふうに思って、ま、地域を出ていくっていうことも、あのやはりヒアリングをしていて、あの、あるなというふうに思っておりますま。兵庫県の豊岡市なんかは、そういったところに着目して、ジェンダー平等の政策を前に進めていたりするっていうところで、 やはりですね固定的性別役割分担意識の解消ですとかそのお仕事を作る以外にももっとやっていかなきゃいけないことがあるのではないかっていうふうにお伝えしておりますまあいろんな意味でですね魅力的な企業や地域を作っていくことは地元に住み続けられる可能性を上昇させてその人口がどんどんその地域から減っていくっていうところを食い止めるあの一つの要因になるのではないかっていうところをお話ししております。 二つ目がですね、働き方改革についてです。やはりこの長時間労働の というのはまあ必要だと思っておりますであの子ども未来戦略会議の,この方針の中で,です、ねまあ、育児中の男女に関するこの働き方改革の書きぶりはしっかりとしているんですけれども育児中に限らずそもそもあの組織全体で柔軟な働き方に取り組むことがまあ非常に重要であると考えています。まあ、こうすることによって不妊治療ですとか介護ですとかさまざ、あ、まなあの ことを抱えている方が働きやすくなるっていうことが前提に必要なんじゃないかなというふうに思っています。で、あの働き方改革をですね、実施した企業には、まあ、インセンティブを導入するなど、検討してもいいんじゃないかっていうことですとか、まあ、制度上規範上、ね、強く残る性別役割分担意識もですね、解消していくことが必要かなというふうに思っています。で、まあ、出会いの話もありましたが、時間の余裕ができることによって、仕事以外の場における多様な場に あの場のつながりにもなっていくので、まあ、そういった点では働き方改革というのが非常に重要かなというふうに思っています三つ目がキャリアと子どもの二者卓一どちらかを選ばなきゃいけないということを、まあ、やめなきゃいけないということですね であの手厚い両立支援制度、まあ、育児休業ですとか短時間勤務の制度についてはまあ議論されておりますけれども、まあ、柔軟なフルタイム勤務の実現と、まあ、柔軟さを当たり前と捉える企業風土の情勢というのがまあ非常に重要かなというふうに思っています。 男性育休の取得推進というところは、まあ、男性育休を取れるようにしていくというのは非常に重要ですけれども12週間取っただけで取りましたというのは、まあ、ただの休暇じゃないかというふうに、まあ、夏休みだよねというふうに、まあ、若い人から意見があります。なので、まあ、取りましたというレベルを超えて、まあ、長く続く子育てってその先もずっとずっと続くものだと思うのでその子育てといかにその男性がを接続させていくかというところが、まあ、非常に重要す。 どうかなというううに思うのでそこもちろんあの事情によって共に育てることが難しいというのもあるかもしれませんが、まあ、もしですねあの両親ですとか、まあ、いる場合は共に育てるということを、まあ、当たり前にしっかりとしなければあのキャリアと子どもを両立するということですとかそれによって諦めるということを防ぐためにはそこはしっかりとやっていかなければいけないのかなというふうに思っております。 あとですね、奨、まあ、学金の問題ですね、まあ、これは非常に新しいこう政府の案では、スライドしていくあの、例えば30歳までで返しあるものをもうちょっとこう先まで伸ばしていくっていうような案がありますけれども、結局それは先延ばしにしただけで辛さは変わらないんじゃないかっていうようなまあ意見があったりします。なので、難しいかもしれませんが、まあ、卒業の後の収入に応じた返済の仕組み をを考ええててていいいいいき教育を社会全体でで支えていくっうううののもまあ必要なのではなはかというふうに思っておりますこちら先ほどから何回も申し上げておりますがあのジェンダー平等、まあ、意識改革っていうところが非常に重要そしてまあ多様な家族の尊重っていうところですねこちら非常に重要だというふうに思っております、まあ、現状結婚して、まあ、これは異性同士で法律婚がまあ社会のスタンダードそして結婚 して、妊娠、出産っていう風な流れが当たり前だっていう風になっていると思いますが、まあ、どのチョイスをしてもしっかりと生きていける、生み育てられるっていうようなまあ基盤が必要かなという風に思っておりますで。こういったことをやることによって若者の感じる未来へのイメージは随分変わりますし、今、財源をいろんな あのみんなで負担していこうっていう中にやっぱり何かしらのこういった今の法律が邪魔をして結婚できない方たちにも納得していただくというのを考えるにはやはりこういったところもですね整備していくことが非常に重要なのかなというふうに思っております。で、もう一つがですね、まあ、自治体による婚活支援の見直しがですね必要見直し効果検証が必要なんではないかなというふうに思っております。 結婚して子どもがただ産むことが正しいという風潮をです、ねまあ、作りかねないし、まあ、自治体による婚活をこう強く推し進めていくことによってもしかしたら産めを増やせよう。 というふうに国がやろうとしているんじゃないかというふうに思われてしまう可能性もあるのでここはしっかりとあの慎重になるべきだというふうに思っておりますあと、まあ、これまで、えー、婚活支援自治体でさまざまなことを取り組んできたと思います、まあ、それにです、ね、果たしてどれだけ効果があったのかというところを、あのー をしっかりと検証していく必要がありますし、それによっては、もしかしたらマッチングではなくて、今の時代もっと違うことが求められてるんじゃないかとか、まあ、そういったニーズも、えー、ニーズも捉えることができると思うので、まあ、ここは非常に重要かなというふうに思っております。あとやはりですねこういった結婚し・妊娠 恋愛結婚出産といった極めて私的な領域に、まあ、この政府として、まあ、自治体として入っていくことっていうのにはやはり慎重になるべきですし、まあ、出会いがないっていうような意見あの、まあ、国の調査でもありましたでもその出会いがないっていうところの背景にはどんな要因があるのかっていうところまではしっかりとあの分析をされていないというふうに思うのでそこをですねしっかりと分析をして いく必要がありますし、やはりお金と時間と心の余裕を生み出すことに、今しっかりと力を入れていくっていうのが重要であるというふうに、まあ、若い世代の声を聞いていて思います。あ、すいません、ここ、同じパワーポイントに同じことを書いてしまったんですけれども、まあ、その他にこれが入っております。で、もう。 またですね、とある若者のリアルな声というところで、まあ、国への要望を伝えたいことがありましたらえ教えてくださいというところで、まあ、若い人の声を紹介しますえ。子育て関連に全くやる気がないとしか思えません。まあ自分たちが死んだ後の日本なんてどうでもいいですよね。僕もどうでもいいので気持ちはよくわかります。そんな感覚です。当然政治家が何もしていないということはなく、努力されている方もいらっしゃるんだと思います。 えー、けれども、身近に感じるのは、もうダメだよね、という絶望感と諦めが漂っているということです。2位から30代は、もうどんどんダメになっていくばかりだね、と小さい頃から思いつつ、その答え合わせを今見せられているので、何も期待していません。バブルも知らないので、もう少し希望の見える策を打ってくれませんかというところです。これはですね、子供未来戦略会議に、あのジェンカレの あの若いメンバーをですね一緒に連れて行ってみんなが感想であの絶対口にするのは日本から出ていきたいですって官邸を出た後にみんな言うんですね非常にあの悲しいことですし、まあ、諦めずにやっぱり変えていくっていうところを、まあ、とはいえ私たち世代もしていかなきゃいけないっていうのは分かっているもののこのラストチャンス っていう風になると、先ほども冒頭言ってくださいましたが、やはり小学校の時から、これから日本ってこんな社会になるんだよっていう人口構造を社会科の授業で先生から習って、 最悪な未来はこうでもし解決できたらこうなるかもしれないねみたいなこういくつかのパターンを先生が言ってました。でまあすごいなんか他人事であれなんですけれども当時はまあきっと大人が解決してくれるだろうって思ったんですね。まあ自分たちが大人になった頃には今こういうふうに議論されていること、まあ、この少子化の問題以外も例えば気候変動の問題もそうですけれどもこれは最悪な未来であっておそらく良い未来が待ってるだろうというふうに小学生の時思ってました。 だけれどもだんだんとですね成長するにつれていやそうじゃないんだともしかしたら昔よりも状況が悪くなってるかもしれないっていうふうに、まあ、思うようになりましてで、まあ、2030年までがラストチャンスっていうふうになってくると今の、まあ、特に10代20代が結婚してとか子供を産むっていう選択をしなかったらえ この最悪な未来を私たちが作ってしまうことになるんじゃないかっていうふうに、やはり、あの、みんながみんなじゃないですけれども、思う若者も、あの、一緒に行ってる若者、そして SNS でいろんなことをつぶやいている若者は感じているかなというふうに思っています。なので、あの、もちろん、この少子化、 進んでいくことによって日本がどうなってしまうかっていうことはあの理解している方もしかしたらまだまだいやそんな未来来ないだろうっていうふうに思っている人さまざまな人いると思いますがこれをですね今のこの埋めるかもしれない、えー、結婚をこれからするかもしれない若い人に背負わせるには非常に重たいものだなというふうにあの感じていますなのであのこう こうなったら嫌だなっていうところと、でも、こんな未来を、あの、迎える前に阻止しなきゃいけないけどっていうところの、きっと、あの、 ぎいででみんんな悩んでいるしもしかしたら自分たちがおじいちゃんおばあちゃんになった時にすごく後悔するかもしれないしっていうところでまあでも何ができるんだろうねっていうところをまあ若い世代と一緒に話をしています。なのでこの希望の見える策っていうのが、まあ、何かっていうと本当に様々あると思います。あの少子化解決これをやればあの解決するんだっていうものはあの一つではないと思います。これまでもあの このテーマでさまざまな先生方がお話しされていましたが、多分あらゆる策を講じていくことっていうのがあの必要であるというふうに思っています。今申し上げたとおり、雇用環境の整備ですとか、まあ、働き方改革、意識改革、すべてやっていかなきゃいけない。で、このすべてやっていかなきゃいけないっていうのは、これまでも本当に議論されてきたことでありますし、あのこれまで作ってきた、作られてきた対抗ですとか、議論を見ていても、今と同じことを本当に 議論ししているし同じことをま,あまた政策として掲げてしまっているので、まあ、本当にラストチャンスなのであれば全部やっていかなきゃいけないというふうに思っていますそして、まあ、あのこれから子ども対抗ですとかさまざ、あ、ま作られる時に私自身も主張していかなければいけないなというふうに思うのはやはりもっと結婚や子どもを希望している人がその希望が叶えられる 人、叶えられる政策、効果が実感できる政策っていうのをですね。もっとやっていかなければいけない。子育て政策も重要ですが、それ以外のこれからの向けた政策を持ってやっていかなければいけないというふうに思っています。そこには、子供を産む、産まないにかか限らず、少子化の問題、その雇用の問題、様々あると思います。あの若い世代がですね。長期的に未来を描ける環境づくり。 まずは個人がのびのびと安心して暮らせる社会づくりすごい理想論的になってしまいますがやっぱりこれを作っていくっていうところをですねこれを作らないと少子化は解決することが難しいんだっていうのをですねあのしっかりとあの共通認識として持っていく必要があるというふうに思います。 あと、えー、先ほど何度も申し上げましたが、まあ、多様な価値観をです、ね、尊重していくこと、あらゆる選択肢を増やすということは非常に重要だというふうに思います。まあ、結婚するか、産むか、産まないかなど、どう生きていくかは個人の自由ですし、まあ、愛し合う2人の関係を法律が認めてくれないというのは、もってのほかだと思います。なので、こうした現状ですとか、まあ、本当に選択肢を増やしていくということは、お金がかかることではないと思います。 あの財源の話が多くなってますけれどもお金がかからない方法で、まあ、選択肢を増やしていくとか政策を実現していくっていうのは、まあ、たくさんあると思いますしこれまでやってきた政策の中でもっと推し進め,進めなければいけないことももちろんあると思いますなのでこう新たな政策を新たに掲げるというよりかは、まあ、しっかりと見直してやっていくっていうことも、まあ、重要かなと思いますで最後にですね、まあ、性別などによる生きづらさ、まあ、性別だけではなくって障害ですとかさまざま あると思いますそういった生きづらさをなくすことにど真ん中に掲げることそういったことがですね、まあ、長期的にはなってしまいますけれどもこの少子化にも、えー、つなが少子化解決にもつながっていくと思いますしその日本から出ていこうとか日本に希望が持てないっていうところもあの解決していく一因になるんじゃないかなというふうに思っていますで、まあ、次世代への希望とはもちろんイノベーションなども大事ですし 大事ですけれども、そういった期待ではなくって、まあ確実に未来があると思えるまあ、信頼感がですね、まあ、非常に重要なのかなというふうに思っております。今日はですね、あの若者っていうのは30歳以下までの人を若者というふうにしてお話ししましたが、まあ、若者、私も含めてもう少しで30歳になってしまう、そして女性の場合はやはりあのまあ、妊娠するということには。 一妊娠ででできるっていうわけではないです私自身も、まあ、結婚はしてますけれどもいつ子供を産むかですとかじゃあ子供を望んだタイミングで産めるのかっていうのは、まあ、非常にですねあの悩ましい今時期にありますあの。例えば不妊治療するってなってもお仕事をセーブしなきゃいけないとか本当に今子供を産んでいいんだろうか、まあ、フリーランスでもありますのでそういったところで非常に不安定に生きてる中で この不安定さでどう決断するかというのは非常に悩ましいですけれども、まあ、みんなで,です、ね、少しずつとはいえ諦めずに声を上げていけながら、まあ、解決していかなければいけない問題かなというふうに思っております。えー、ご清聴ありがとうございました。桜井さん、ありがとうございました。では、えー、質問をお受けします。質問の受け付け方をご案内します。 会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのマイクを使って、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。オンラインで、えー、参加されている方で、直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。押してください私が指名しますので、ミュートを解除し、ご質問ください。 テキストでの質問は同じく、ズームの画面下方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んでお送りください。私が代読します。えー、いつもはですね、司会者から最初に質問するんですけど、今日はあの会場からどんな質問が出るのかも実はちょっと楽しみにしておりますので、まず会場の皆さんから質問を募りたいと思います。いかがでしょうか予期してませんでしたかね、最初にというのを。じゃあ、あの、うん、私からあの質問あのさせてください。 あの以前にも桜井さんとお目にかかってお話しさせていただいたことあるんですけれどもあの海外にあの、えー、行く若者たち、まあ、今ワーキングホリデーなんか利用して行かれる方多い,多いですよね、えー、賃金があ海外の方が高いということもおそらくあるでしょう、えーまあ、行き先としては、えー、アメリカイギリスカナダオーストラリアニュージーランドといった、まあまあ、フランスを除けばあの 英語圏が多いんですよねでこうした社会って、えー、やっぱり子,を尊重子が尊重される社会だとお私は思う,んです思うんですけれどもそうするとですねその居心地の良さを感じてしまうとやっぱり、あのー、ますます海外思考が強まってしまうんじゃないかと、あのーまあ、個人の選択です,ですからしまうっていう言い方はおかしいんですけどあのその傾向は多分おそらくあると思います。あの 生きづらさをなくすとかですね生きづらさをなくすことを真ん中に添えてほしいと先ほどおっしゃいました、えー、それがあのその表れとして選択的夫婦別姓や、えー、同性婚を認めてほしいというところにつながってくるんだというふうにあの私理解したんですけれどもその辺はいかがでしょうか そその通りりでででよろしいいいすすすかはいはい、ありがとううございますそうですね今あの言ってくださった通りかなというふうに思っています。もちろんあの海外がじゃあ居心地がすごくいいのかっていうとやっぱりあのいや海外に出てみてなんかこう差別を受けたんだとかみんな様々言ってますけれどもやはりこの日本社会で生きるよりは自分らしく生きれるってこのこの。 若いい人人でで海外にに出た人に話を聞いてみると言うんですね日本だと、まあ、頑張って長時間労働して得たお金しかなくってそれで自分らしく生きるってなると非常に難しいけれども、まあ、海外物価が高いけれども、まあ、それなりにお給料もらえるだから日本で、まあ、あの働くよりかは、まあ、頑張ってあの働いていけばあのしっかりとした自分がせ生活で,できるだけのお給料もらえるから、まあ、そっちの方がいいと。そして あのやっぱり何かしら日本で生きづらさを感じて外に出ていった方っていうところの一つは、まあ、私がヒアリングをしてるからかもしれないですけれどもやっぱその性別による生きづらさを抱えていったりするんですねそういったところっていうのがもちろん国と地域によりますけれどもあの感じなくて済むとかあとは例えば同性パートナーとあの生き生き暮らすことができるとかあとはその 当たり前に子育てってするものだよねみたいなところの価値観が共有できるからこそ、例えばあのパートナーを見つけやすくて、実際に友人もですねあの、留学しに行って戻ってきて働き先を見つけて結婚して子供を産んだっていう子がいるんですけれども、なんかなんでそうしたのって言ったら、いや当たり前にあの家で 家でなんかこうワークライフバランスを大事にすることっていうところとか子育てするっていうことが当たり前だからそういった当たり前っていうのをわざわざこう話したり揉めなくて済むからすごくいいんだっていうふうなことを言っているのでそういったところ非常にあるかなと思います。わかりました。あの先ほどですね私あの控えたんですけどあのせっかくの機会なのであのまあこういう場でご披露していいのかどうかわかりませんけどあの私もあの海外 勤務の経験があってで妻がですねその当時何が一番良かったかというと、えー、名前で呼ばれることだと、うん、日本にいると、えー、誰それさんの奥さんあるいは何々ちゃんのママという呼ばれ方が中心だったのが久しぶりに名前で呼ばれるようになったとそれが一番良かったというのが、まあ、あの妻の感想なんですけれども。 おそらく子の尊重っていうのはそういうこともあってあの特にあのお話の中であの地方への言及もありましたけれどもやっぱりその男女性別役男女の性別役割へ、えーえー、の何て言うんですかね、えー、要求の度合いですかねやっぱりそれはあの今の若いあの人たちは。 私なんから見ると、だいぶ解消されてるんじゃないかというふうに思い込んでいたんですけれどもあの、まだあるということですか、ね、それも特に地方に行けば行くほど。そうですね、やっぱり、まあ、よく若い世代は、まあ、みんなジェンダー平等な感覚を持っていて、あのこう多様な性というのも当たり前に受けられるでしょうっていうふうにご質問いただくことが多いんですけれども、まあ、若い世代の中でも、まだまだそれっていうのは当たり前ではないっていうのは。 あるかなっていう,ふうに思っておりますもしかしたら上の世代の方に比べるとそういったところに対して男とか女だからじゃなくって自分じゃんとかそういったところの価値観っていうのは別にどちらでも良くないっていうものとかっていうのは広がってきてはあのもちろんいるかなというふうに思うんですけれども逆に SNS とかで、まあ、ジェンダーに関することメディアであのそういった性別に関係ないんだよっていうところをあのたくさんあの報道していただいてるおかげで。 と言っていいのかわからないんですけれども。あれ、自分の今まで違和感を持ってたこととか、自分のその生活っていうのがなんか違うのかもしれないっていう風うに、あの違和感を持つ方っていうのはあの徐々に増えているかなっていう風うに思います。あの、私がやっているジェンカレにあのアクセスしてきてくれた子がですね。質問をしてみて、特に地方の子からのエントリーが結構あるんです。けれども、なんでエントリーしてくれたのか？って聞いたら自分の家は？ お母さんが最後にご飯を食べて、自分、まあ女性が最後から2番目にご飯を食べる。お,お父さんが一番最初に食べるみたいなですね。お父さん、お兄ちゃん、弟、自分、お母さんみたいな。それって、なんか、なんでなんだろうなって今まで思ってたんですけど、あのー、SNS で、そのジェンダーっていうこととか、なんかメディアでいろいろ報道されていくうちに、あれそれって家のルールじゃなくて、もしかしたら、 この性別固定的性別役割分担意識が原因なのかもしれないっていうふうにあの思って問題意識を持ちましたとかそういったこなんかこうきっかけのポイントっていうのがまだまだそういった根、ね、強く残る性別役割分担意識っていうところで気づくったり、えー、違和感を感じるっていうのはまあも,もしかしたらちょっと私にアクセスしてきてる子たちが地方の子が多いのであの偏ってるかもしれないですけど あ,のあまだそんなのあるんだっていうところは地方の方が多いかもしれないなっていうふうに思います。あとはやっぱ大学で大学に進学するにあたって東京とか首都圏に出てきてみてえそんなふうに考えるのとか例えばあの専業主婦になるっていうのも人生の一つの選択肢ですけれども専業主婦になること以外知らなかったけれども。 いろんな女性があの例えば総合職として働くとかなんかそういった選択肢もあるんだっていうのを、まあ、首都圏に出てきて気付いて自分にはもっと選択肢ってたくさんあるんだなっていうふうに気付きましたっていう子たちも結構いるなっていうふうに思っています。かかかりました会場の皆ささんんいかがですか川北さん 個人会員の川北ですあの自治体のですね、婚活支援の見直しというところでね、今の時代、マッチング以外にいろいろあるのではないかというふうにおっしゃったと思うんですが、一体どういうことがありうるんでしょうかあの。それはね、おそらくあの桜さんがールールをおっしゃった、例えば働き方改革であるとかね、経済的な安定だとか。 あるいは選択的夫婦別姓だとか、あそういったことが考えられるんでしょうけど、しかし自治体がやれる、ね、ことっていうのはあの限りがあるわけで、そういったことはおそらく自治体単独では、おそらく絶対できないことだと思うんですね。そうすると自治体ができることで、マッチング以外に、えー、あり得るとすれば、どういうことなんでしょう。 ありがとうございますあの自治体のやってるマッチングっていうのがもう少子化対策ど真ん中で結構掲げていてあのこう結婚するために出会いましょう子どものために出会いましょうみたいなのが非常に色濃いなっていうところがあの感じることがあります。あとその子どもを対象にしてるのではなくて親を対象にして親同士でこう何ていうんですかね昔のお見合いみたいなものも作ってしまうっていうようなあの自治体もあるみたいでそういったこの 結婚、子供がゆくゆく生まれることを前提としたマッチングは、正直必要がこの時代あるのかなっていうふうにあの私は思っています。あの、もちろん地域によってはあの出会い方って様々で、今、首都圏とかまあ大都市ですと、特に若い人はマッチングアプリなんかを使ってあの出会っていたりするので、こう集ってって出会いますっていうふうなことがあることによって、 そこで出会ったり、結婚して子供っていう風な方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、特に若い人でスマートフォンを持っていたら、勝手に出会える可能性が高いので、なんか例えばですけれども、すみません、今この地域でできるっていうところ、ジャストアイデアですけど、別に出会いに限ら、なんか必ずしもゴールが結婚とか子供っていう風に結びつかないような、 あのもうちょっと広い意味での出会いっていうことですとかそういったところもあっていいんじゃないかなとかあとそのまあ自治体の,あの進めていくところにキャリア教育っていうところもあの書かれていて、まあ、キャリア教育はあの非常に重要かなというふうに思っているんですけどもそのキャリア教育も自治体によってはゴールが結婚 出産みたいなものになってしまっているので、もうちょっとその、例えばこれまでマッチングすることに予算を使っていたものっていうのを、多様な人生があるっていうところのキャリア教育の,あのこう選択肢を広げるっていう意味に予算を使ったりですとか、なんか必ずしもこう、場所を作って、 はい皆さんここで出会ってくださいねっていうふうにあのしなくてもいいんじゃないかなとすみませんあの今すぐに答えが出てこないんですけれどもあの思っておりますなのでその一つだけフォーカスしてやっていくっていうよりかはさまざ、あ、まあるしさまざまな出会い方がある時代にそれにフォーカスするっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思っていますどうぞ。 ええ、皆さん、毎日新聞社の横田と申します。今日はお話ありがとうございました。あの、大変説得力があるお話だなと思ってお聞きしておりました。あの、大きく3点お伺いをいたします。えっ、ー、と、まず1点目なんですけれども、あの前回5回目の会議の後の夜にさくらさんあのツイートされていらっしゃったと思います。あのこの日の会議の発言についてあのご自身どのようどういうふにお話をされたのかという内容だったと思うんですけれども、あのその最後にこういろいろ言いたいことは あったけども、まあ、なかなか時間の関係もあって悔しい思いがありますということも記されていてあのそのご発言の趣旨というのもあの、まあ、やっぱり積極性がまだあの見られないというようなことをお歌いになったんだと思うんですけどもこの追,追悼した時のですね えとこうどういう思いからこういうツイートをされたのかということあの、やっぱりあの先ほどお話になっていたように、会議の構成メンバーというのは非常に年齢の高い方とか、あの社会的に地位のある方というのいらっしゃったと思うんですけど、中での議論を櫻井さんとして率直にどういうふうにお聞きになっていらっしゃったのかというのも合わせてお願いします目から答えいいいいただて大丈夫はありがとうございます。 あの、これまで5回あ,ある中で、あの初めてこの会議のことをツイートしました。えー、なぜツイートしたかっていうと、いろいろ理由はあるんですけれども、まあ、一番大きいのは、まあ、若い世代ですとか、さまざ、あ、まなことに今、この異次元の少子化っていうところで、この子ども未来戦略会議でどんなことが話されているのかなっていうのを、まあ、私の あの話したところをきっかけにちょっと議事録を見てほしいなとかあのまあその時はですね児童手当のことが結構議論されてましたけれどもその児童手当のこと以外にも結構議論されていたりあとやはりまあ私ですとかもう一人若い人が入っただけで 意見が全て変わるってことはやっぱりないっていうところがあるので、様々な方にですね、まあ、SNS だけではなくって、いろんな方法でぜひ自分の思っているあの政策ですとか、こんなことしてほしいっていうのを、まあ、国に届けてほしいなっていうふうな気持ちもあってで、そういったところから特にまあ自分の フォロワーさんであったりとか、他若い世代とまあ考えるきっかけにぜひなればいいなというふうな思いであのツイートをさせていただきました。で、まあ、あのツイート1つで何か議論があのこう生まれるかっていうとそうではないんですけれども、へえ、そんなことを話してるんだですとか、あとあの会議って 12分しかこう発言時間がない中でいろいろ考えてるんですけど、えー、その中でこういうふうに限界があるからなんか自分もできる方法であの意見を送ってみますっていうふうに言ってくださった方とかがいたのでそういった点では非常に良かったなというふうに思っています。でまあ中での議論をどう思っているかっていうところでさまざ、あ、まな思いを持った方がそこに入っているのであの でかつもう長年あのテーマでですとかあの社会保障のテーマでやられている方,方たちがいるので、まあ、今若い人こう思ってますこうしてくださいっていう風うな、まあ、非常に理想だけでは難しいかな難しいなっていう風に思っている点もあります。なんですけれどもまああの工夫しながらあの意見をしたりあのしているっていうのが、まあ、今の現状になっております。はい 2>, はい、2点目なんですけれども、今の話にも通じるところで、その若い人たちが求めているそのこの対策のニーズと、今回出てきているそのアウトプットになっている子ども未来戦略方針というのは合致してるんだろうかというところのご評価をお伺いをしたかったんですけれども、あの少子化ってあの、日本の少子化ってあの人口学的に見ると、 その夫婦になって子供を産むっていうところの原因より以前に未婚化とか、まあ最近で言うと晩婚化っていうことの方が要因としては大きいというふうに言われているんですけれども、あの桜井さんも今回、あの妊娠とか、あの結婚とかの以前の人たちが効果を感じられる政策ということをおっしゃってます。その意味で言うと、ちょっとこう、あの子育て支援とか、あの結婚して子供を産んだ人たち向けのこう政策がすごく手厚くなっていく印象も持つんですけれども、こう、ニーズとの。 ちゃんと合致した内容になっているのかどうかのご評価というのをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうかはいありがとうございます、まあ、これもあの全ての人が満足いくって、まあ、難しいっていうのは、まあ、前提としてあるかなというふうに思っているんですけれどもあのそれでいうとその、まあ、私も五回目の会議でお話ししましたがやはりこれから結婚したり子供を産むかもしれないそして希望している方が これを見て、よし、埋めるぞって思えるものになっているかっていうと、そうではあのないんじゃないかなっていうふうに思います。例えば、まあ、児童手当のこととかも、あの、もらえたら嬉しいんだろうなっていうふうに思うものの、児童手当が増える、減るみたいなところで、よし、 日本で児童手当もらえるのが1万円増えたからとか、あの月額が5000円増えたから産もうってなるかっていうと、それってすごく難しい、あの、まだ、なんていうんですか、あの、子供を産んだことがない人からすると、いや、それ以前にすごいお金がかかるとか、あの、例えばこの戸月10日、どうこう安心安全に暮らしていくかとか、キャリアが大丈夫なのかとか、そういう心配が多分あったりするので、なんかその、まだ、 こう結婚したこともない、子供を産んだことがない人が、あれを見て、よし、じゃあ今からってなるかっていうと、まあ、まだまだ難しいなっていうふうに思いますし、まあ自分も含めて、あれで、よし、この国で子供が生まれるぞって思えるかっていうと、まあ、もうちょっと、あのー、足りないところもあるんじゃないかなっていうふうに思います。 足りないところというのは今日お話しいただいたような、その多様性を認める形であったりという。とか、まあ、奨学金のことですとか、はいはい まあそもそも賃金が低いというところとか、そう,ねうん、そういったところで、その、どうやってその賃金を上げていくのかみたいなところの具体的な部分で、うん、まああの、この、これから出るこの子供未来戦略方針にどれぐらい書かれるかって正直わからないなっていうふうに思っていて、まあ委員の中からもそこってどうやってこの上げていくのかをしっかり書くべきだっていうふうなことがあるんですけれども、まあどうしても、まあすごい、あの、 素人な一般人的感覚で言うと本当にそれって大企業の一部の人だけしか恩恵が受けられないのではっていうふうにあの思ってしまうんですね。えそんなに日本やっぱ会議の中でもこう賃金が上がってってるんだとか努力してるっていうふうな経営者の方もいらっしゃるんですけど生活してて全く実感がないし。あの 友達と話していても、若い人と話していても、いや、給料上がったよねとか、そういったところの,てあの話って全然ないので、そういった点では、やはりどうやって上げていく予定なのかとか、そういったところにしっかりとあの踏み込まなきゃいけないんじゃないかなって思います。やっぱあの子,せ、えっと、子育て施策のところは、まあ、あれで十分かっていうと十分じゃないですけれども、まあ、詳しく書かれてる部分もあの結構あったりするんですよね。でも若者の所得上げるっていうのはなんかすごい 概念的なこ,うこ,うことになってしまっているので、まあ、そういった点でももうちょっとこう踏み込めるところとかしっかりとあの現時点で固めなきゃいけないところはあるんじゃないかなと思いますありがとうございます長くなってすいませんあの端的に三点目なんですけど財源の話ですあの 未来的な選挙会の中でも最後議論をされていらっしゃったと思うんですけれども、今の出てきている社会保険料の上に乗けるような形での徴収というのの話も出てるんですけれども、どうしてもやっぱり現役負担、現役の方も負担する形になるとなると、こ,うあのこれからこういうような給付もやってきますということのプラスのこうメリット、まあ、のインパクトとですね、しかしやっぱりそれが自分の財布から出ていくことになるというところで、なんかこう、相殺をされてしまうのかなと SNS 上見てみると。 やっぱりあのこの新たな負担ということに対して若い人たち特に多分反発をかなり強くされているのかなと思ってましてでもやっぱりお金がないと新しい政策ができないっていうところもあると思いますこの若い人たちも含めてあの理解納得を得ながらこの政策をやっていく上でのその発信の仕方について何かあのアドバイスなり思うところがありましたら最後お聞かせいただければと思います。はいあのまあ、多分無駄にになっちゃうううだろうっていう風にあの 思っているあの人が多いんじゃないかなっていう風に思ってます例えば負担したとしても誰にとってもリターンがあれば多分 なんてんていうですか負担してもいいっていうふうに思うけれども負担しても負担しても,負担してもどうせそれがいいお金の使い方がされないんじゃないかどうせまたうまくいかないんじゃないかっていうような、まあ、空気感ですとか、まあ、その政策のもしかして内容かもしれないですけどそういったところがあの非常にこう漂っているなっていうふうに思いますその納得感が得られないっていうところ がこれをやって効果があるのか例えばですけどそのこの少子化対策って子どもを望んでいる人だけではなくってもしかしたら少子化になることによって日本ってどうなるのかっていうのは、まあ、全体で多分考えていかなきゃいけないことなのでもうちょっとあの国がどういうふうになってしまうのかっていうのはあの国として示す。その目で あのどういうふうな方向をチョイスしていくっていうのはもしかしたらみんなで考えていく必要があると思うんですけれども、まあ、その期待のなさとかどうせ失敗するだろうダメだろうまたこれまでと同じだろうっていうところがあのそういった SNS ですとかの反応につながっているんじゃないかなというふうに思いますなので、まあ、そういった点で言うともっとしっかりとあの自分自身も含めてあの中に入る身としてはあの ちゃんと納得感が得られる、これで少子化解決する、少子化を解決させることはどういったメリットがあるのかっていうところをあのしっかりと示していくっていうところがあの重要ですし、よし、これで本当にラストチャンスだ、日本が変わるかもしれない、じゃあ負担をしようっていうふうに、まあ、思えるような内容が作られていく、そして実行されていくっていうところが、まあ、重要なのかなっていうふうに思います。大変ありがとうございました 確かにあの少子化対策を通じてどういう社会を作っていくんだというようなビジョンはあまりこう打ち出されていないような印象をきますね。うん、まずはそれが大大切であろうというお考えですよね。そうですね。なんかあのやっぱりこう SNS 発信したりする中で少子化っていけないんですかっていうようなあの意見もあるんですねえ。なんで今少子化の取り組むんですか人口減るのって仕方なくないですかとかまあ例えばですけど人によってはそれって日本人だけで考えてるからいけないんじゃないですかとかさまざまな意見があるなっていうふうに思っていてそのなんでこの少子化課題を 解決するんでしたっけっていうところはなんか当たり前に多分労働力がとか国益がみたいなところになりがちですけどそこって議論されてないしこう発信されてないからこそあんまり一人一人の生活にはこうどうせ直結しないだろうっていうふうに今思われているところはあるだろうなっていうのは感じますね。はい分かりました オンラインで、えー、1つ質問来てますので、えー、それにお答えください。はい、というか、まあ、た、えー、多分に意見、うん、だと思いますけれども、個人会員の尾崎さんからです。えー、子ども戦略会議の若いメンバーは2人だけだそうです、えー。シルバー民主主義が支配する我が国では、若い世代向けの政策はどんな明暗でも、所詮絵に描いた餅に終わってしまうでしょう。これについてどうお考えですかと そうですねまあ,あの非常に難しいなと思っています。まあ、とはいえあそこに若い人が少数でかつ、まあ、若い人って言っても、まあ、もしかしたら見る人が見たら多様な若者ではないかもしれないですけどあれが若い人なしで議論されなくてよかったなっていうところはあります。だけれども 例えば子ども家庭庁とかだと若者主体の,あの審議会ができたんですよね。子ども家庭審議会も基本政策部会も高校生、大学生、大学生かなが入っていたりして本来であればこれからの まあ、特に少子化っていうのはこれからの国の在り方ですとか、まあ、若い人の希望を叶えるってところを考える上では、まあ、もう少し入らなきゃいけないというふうに思っていますであの子ども家庭庁の,その子ども対綱を作っていく方はですね若い人が入っているんですね。はい、なのでそこの部分とおそらくこの子ども未来戦略会議での部分っていうのが、まあ、2つあの話されていてで、まあ、子ども対綱にまとめていくんだろうと思うんですけれども。 まあできればあの官邸で行われている会議の方にもまあしっかりとそのリアルな若い人がこうなんか来れるような会なのかまあゆくゆくはああいった場にも若い人が増えたらいいんだろうなと思うんですけど、まあ、これまでを見てみると若い人がこう入っていくみたいなことっていうのはあの主流ではなかったちょっとあんまりわからないですけれどもと思うのでそういった点ではちょっとずつ入ってい,いけてるのは良いかなと思いつつも。 まあや,やはり若い人の,この苦しさとか、あの望むことっていうのは、まあ、共有されにくいなっていうようなあのところは事実かなというふうに思います、はい、どうぞ。ラジオ局の東京 FM の鈴木と申します。今日はありがとうございました えー、2点伺いたいです。まず1点はですね、あの、先ほどお話の中で、その結婚や妊娠以前の人たちが効果を実感できる政策というお話をされていました。これ私は、あの、日頃大学生を中心に取材をしていまして、本当にその意見って多いなと実感してます。つまりその少子化とか、あの、子育て支援とかいう前に、まず僕たちにまあ結びつく政策っていうのを実行してほしいっていう大学生の声を、もう本当によく聞くとこなんですけども、これ例えば具体的には、 ヒアリングの中とか、桜井さんのお考えの中で、どういったものが具体的にあるのか。まあ、以下もちろん、その、例えば、奨学金の返済支援のところだとか、それから、就学、就労支援のところなのかなと思うんですが、具体的にその効果が実感できるような政策っていうのは、例えば、ヒアリングの中でとか、桜井さんのお考えの中でどういったものがあるのか、教えていただきたいと思います。それからもう一点は、これちょっと抽象的なお話になってしまうと思うんですが、 先ほどのお話の中で非常に印象的だったのが、あの、会議に出たメンバーが官邸を後にした後に、もう海外に行きたいという、というところですよね。これ、あの、実際に例えば、その政党やですね、国会議員に陳情に行った学生さんたちが、そういったことを実は必ずおっしゃるなというふうに取材を通して感じてるんですね。えー、自分たちのこの署名を持っていって、 1一個義務を果たしたような気がするんだけども、1週間後、10日後ぐらいにまた取材をするとですね、あの届けはしたんだけども、特に何も変わらないなっていう実感があるというのを皆さん、口々におっしゃいます。で、一方でですね、あのそうは言っても、まあ、確かに海外志向っていうのは私も取材を通して感じるんですけど、若い人たちの。でも、日本に留まる人っていうのが圧倒的に多いという現状がありますよね。でこの人たちは あの、その、桜井さんの活動の中で、どういった思いで日本に留まってるのか。まあ、それは、あの、僕の,その取材の実感では諦めというのがほとんどなんですけども、それとも、かすかな希望を見出して日本に残ってるのか、諦めながら日本に残ってるのか、それとも、まあ、何も考えずに日本に残ってるって場合ももちろんあると思うんですが、その辺、あの、若者たちが今、あの、海外志向と言われている中でも、その、少子化対策にちょっと絶望しながらも日本に残ってる、理由、 というとまあちょっと大げさかもしれませんけどなんとなく漂う空気でも結構なんですけど活動を通じて感じるところがあれば教えてくださいお願いしますはいありがとうございます一つ目のあの結婚や妊娠以前の人が効果を得られるものってどんなところっていうものであの私もすべての人にあらゆる人に若者の意見を代表しているわけではないので一部になってしまうかもしれませんが やっぱりあの貧困の問題ですとかその高校に行く以前のところも含めてですけれども貧困の問題ですとかあと家族間のこととかあの、えーとですね、家族と一緒に生活するのが辛いっていう子っているんですよねやはりだけれどもそこから抜け出した場合にどうやって自分がその生活を できるのかよく毒親なんてあの言われたりしますけれどもその自分の行動を、まあ、親によって制限されたりとかそういったことがあるけれどもそれをどうやって SOS を出したらい,いのかわからないっていうこととかも結構若い世代からあのヒアリングの中でそれをどうにかしてほしいっていうようなことまあ例えば若い人、まあ、若いって言っても特にまあ大学生とか高校生が あの何かしらの理由で親元を離れたいとか離れることになった時にまあ生きられるようにしてほしいっていうようなあの声なんかもあったりします。あとその先ほど申し上げている通りあり働く先がないみたいなこともやっぱりあって就活に失敗してしまったらもう人生終わりなんだみたいなことも大学生からもありますし大学生に限らずですけれどもまあそういったところのまあ良い条件で 働くことっていうのがなかなか難しくてまあ良い条件が得られないとある意味ブラックと呼ばれるようなところで、まあ、耐えながら生けない耐えて生活しなきゃいけないっていうところでの、まあ、生きづらさ、まあ、日々生活する中にあの望んでないけれども生きづらいっていうものがたくさんあると思うんですね。あの これは若い世代で一括りにする、するのは良くないかもしれないんですけれども、多分、こう、日々の中で、経済成長もしない中で、ある程度こう、でも、その中で小さな幸せと言いますか、あの、こう、失敗しないとか、あの、いろんな SNS とか見て、あ、この選択したらこうなるんだ、じゃあこうしようみたいなことを多分先回りして、みんないろいろ選んだりしていると思うんですけれども、それすらそもそも生きにくいじゃないですか。なんか、 SNS でリサーチしてあこれってこうなるからこれ選んじゃいけないんだとか。あのー 例えばですけど、結婚したら終わりだとか子供なら終わりだみたいなことと同時に大学行かないと就職できないんだみたいなこととかだから無理して大学に行かなきゃいけないとか予備校に行かなきゃいけないとかそういった何々しなきゃいけないっていうものばかりなんですよね。そういったところから多分生きづらさってこう積み上がっていくと思うのでその何々しなきゃいけないっていうところをまあごめんなさい私もあのじゃあこれがいいんだっていうところは今もあの 答えがないんですけれども、そういったところ一つ一つ日々の中であ,のあるものをまあなくしていくっていうのが非常に重要かなっていうふうに思います。なんか気にせず考えずに生きるっていうことを諦めてそうしてる人もいっぱいいますけど、でも諦めてそうしてるって言いつつもみんな気にしながら生きていくっていうところがあるんじゃないかなと思うので、なんかそこがもうちょっとなくなれば。 いいのになっていう、なので、まあ、心の余裕みたいなところが生まれたらいいのになっていうのは、まあ,あ、あるかなというふうに思います。で、二つ目のところなんですけれども、うん、まあ、ちょっと、そうですね、もしかしたら私がいわゆる 社会の中で言うと、ある程度意識が高い人たちと接しているので、偏った意見になってしまうかもしれないんですけれども、まあその何パターンかあるかなというふうに思っています。で、まあ海外に行く人の特徴としては、まあ絶対海外で行ったことがあるとか、生活したことがある。なのでその良さを知ってるっていうところが、まず大前提としてあって、 で、それで良さを知って日本に帰ってきて、まあ、いろんなことがあってあ、あの時の経験って非常に良かったなとか、あそこに行けば今の自分の辛さがなくなるかもしれないっていうところのハードルを超えられた人は、まあ、おそらく海外に行っていて、そのハードルっていうのは、まあ、様々あると思うんですよね。お金のこともあれば、仕事のこともあれば、家族のこともあれば、いろいろあって、でも、そこのハードルっていうのを、まあ、お金と仕事が大きいかなと思うんですけれども、 超えることができなかった場合は、まあほどほどに日本で生きようっていうなんかその気にしなければ生きられるっていう風にみんな言って、でも知ってしまったら生きられないっていう風に言うんですよね。だからいかに気にせず省エネで生きていくかっていうのはあのもうなんか気にせたらもう生活できないからそんな日本が不平等とか何々できないとかも気にしないっていう風うにあの言う子もいるんですけれども、そういったところでなんか諦めもそうですけど、まあいろんな こととを考えると、まあ、今日本でで生生きていくのののが、まあ、自分の人生の中でベストだからその中でどうよりよく生きるかっていうのを、まあ、してるんじゃないかなっていうふうには思います。でやっぱり私はその活動をしている中で活動したことがある子の中でもやっぱり海外に行く人は行きますしとはいえ私も含めて。 この状況を知っちゃって逃げ出すこともできないなみたいなところはやっぱりあるっていうところでなんかあの私はあの東京生まれ育ちですけれどもどちらかというと早く結婚して子供がいたりシングルマザーの友達がすごく多いんですねでまあ苦しい状況であの暮らしている子もいる中でまあこの子とかこの子の子供たちが大人になった時に嫌な思いを 今実際ににににすごいいい少子化ととかか国に対して不満があるかっていうううそんんなにないっていうふうに彼ら言うんです、ね、でももしかしたら10年後20年後はあるかもしれないっていうのをなんかこうこのまま幸せに生きれたらあの幸せ必ずしもそのお金が十分にあるかとかっていうわけではないんですけれどもあの今家族で幸せだって言ってるから彼らがなんかずっと幸せでいれたらいいなと思ってこの活動したりしているんですけれども。 なので、なんか少しでも、まあ、活動している人で、日本にいる人は、まあ、少しでもよく、日本が良くなればいいんじゃないかなというふうに思って、まあ、活動していると思いますし、一方で何か、本当は海外に行きたいけれども、行けないっていう人はさまざまな理由があるし、まあ、コロナ禍で省エネで生きようっていう人も、まあ、いたりもするんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、とはいえ 日本に絶望するって言っても、日本から外に出た時の世界が本当にハッピーかっていうのは、それは人それぞれだと思うので、あのもちろんこの日本の状況が嫌だなと思っても、また出たら見たら、さっき言ったように差別があったりとか、様々あると思うので、そういったことも考えて、まあ、今、日本にいたりとかするんじゃないかなっていうふうには思います。はい、すみません、抽象的ですか。 桜井さんに、えー、と声を寄せる方の中で、フリーランスや、それからその自分で起業した人っていうのもいらっしゃるんでしょうか、はい、あの日本のですね社会,社会保障制度はいまだにその、えー、夫に専業主婦、子供二2人を標準モデルにしたようなあ作られ方が また変わってそれほど変わってないんですけれども、まあ、そのことによって社会保障のセーフティーネットから守られていないんじゃないかと、あるいはもう守られていないというようなことを不安をお口にする方っていうのはいいいらっしゃいますかはい、あの実際に行、まあ、って、で特にその子どもを産むってなった時にあに育休、産休みたいなものってないから、ぎりぎりまで働かなきゃいけないとか、あと、あの フリーランスの先輩が子供を産んだんですけど保育園が見つからない補活ポイントが足りないっていうふうに言っていてあ,のあえてもう離婚してシングルマザーになるしかないんじゃないかみたいなことを言っていたりとかギリギリまで働いたんだとかあのそういったところはあってなのでそのフリーランスですとか、まあ、自分で起業してる人ってやっぱりあの一定数、まあ、いたりするんですけれども。 そのじゃあ子供をどうするかってなるとその産んだあとじゃなくてそもそもその戸築10日どうやってその自分があのビジネスをしたりとか自分でこう管理していきながらできるかっていうのに不安を抱えてそ,のそこがコストだっていうふうに言ってる人も戸築10日がコストっていうふうにあの結構その若い世代の特に女性の起業家とかフリーランスは言っているなっていうふうに思います。なので そのもしかしたら、自分で産むっていうこと以外にも、その子どもを迎え入れる方法って選択肢としてあるんじゃないかっていうのも、まあ、一つの話題としては、出てきますね改善点がたくさんあるということが、改めて分かりました、えっと。時間過ぎてますけれども、あの会場の皆さん、質問はいかがですか、あとお一人ぐらいであれば可能ですけれども。ございませんか わかりました。えー、では桜井さん、今日はあのデータに、えー、調査に基づく濃密なお話ありがとうございました。えー、これで記者会見を終わります。